はい、皆さんこんにちは。ネット物販講師の黒沢です。今回は一言で言えば、イライラしないでネット物販セラーとして中国商材を扱うために必要な2つのことについて話をさせていただきます。セラーとしてお客様の代わりに背負うリスクイコールセラーの存在意義ですよ。要するにお客様の代わりにセラーがリスクを背負うことによってようやく利益をいただく資格権利が得られますよという点と、日本スタンダードイコール中国スタンダードではなく、それどころか日本はものすごく特別で、日本以外が中国含めてワールドスタンダードなんですよ。この2点をどれだけ腹に落とせるかどうかが要ですよ、という話をさせていただきたいわけなんですが、ひっくるめて言えば業にいれば業に従えだと思います。我々だけではないですが、日本だとこういうことが常識だ、こういう考え方が当然だっていう物事あると思います。全く通用しません。我々のやり方、考え方を押し通す、意地を張るのではなく、自分が中国物販という世界に入っていったっていう考え方を意識していただきたいんですね。つまるところ、自分のやり方と中国物販のスタンダードが異なるのであれば、中国物販を無理やり自分のやり方でやるというよりは、自分がその中国物販のやり方にどれだけ早くなれるかっていうことがものすごく重要なポイントです。もうちょっと具体的に話させていただきます。まず、セラーがお客様の代わりに背負うリスクイコールセラーの存在意義、セラーがセラーとして利益をいただく資格権利となるわけですが、これって代行会社も言えることですよね。代行会社の場合は、代行会社がセラーの代わりに背負うリスクがあるからこそ代行会社の存在意義がありますよ、という話になります。とにかくお客様からしてみると、セラーがリスクを背負おうが、セラーが依頼した代行会社がリスクを背負おうが、自分の手元に商品が届く前に自分たちのリスクが極力払拭できるのであればご納得いただけるわけなんで、今回はセラーと代行会社の話ちょっとごっちゃでしてしまいますが、その点はご了承ください。例えばなんですが、アリババ業者から商材を買い付けた際にボタンの穴が開いていないことあります。日本人からしてみると、ボタンの穴が開いていないなんて信じられないことですが、中国だとよくあることなんです。中国の広州に買い付け行った際に雇っている通訳の方に、ボタンの穴開いてないなんてこと時々あるみたいだけどどう思うっていう質問をしたら、そんなものハサミか何かでブスッと穴なければいいじゃんって答えが返ってきました。要するに、彼ら彼女らにとってはボタンの穴が開いていないっていうのは普通のことですが、日本人だったりアメリカの人たちからすると、それはちょっとスタンダードじゃないよねっていうのは正直なところあると思うんです。じゃあどうすればいいかというと、そういうリスクをお客様の代わりにセラーが背負う、正確に言うとセラーが買い付け代行を依頼した代行会社が背負うことによって、お客様はボタン穴が開いているブラウスだったりシャツを手に入れることができるということです。またアリババ業者で買い付けを行う際に、事前に在庫ありますかって問い合わせた際は、あるって言っていたにもかかわらず、じゃあお金払って買い付けするっていうタイミングになった途端、やっぱりあの在庫ないですだとか、その商品を買い付けるのであれば生産で2週間かかりますだとか、この商品は20ロットからしか発送することができませんと後から言われることがよくあります。こちらは主に代行会社がセラーの代わりに負うリスクになるんですが、とにかくアリババ業者っていうのは後から違ったことを言ってくるパターンってよくあるんですね。こういった点が思いっきり無在庫転売だからやめましょうって言ってる話なんですが、具体的にお客様から注文があった後に無在庫転売セラーはアリババに注文を出して、アリババから商品を直接お客様に送るっていうやり方をしている方も多くいます。在庫が手元にない商品を出品して
お客様から注文があったらアリババに連絡したところ、いやいやその商品ないですよと後から言われたり、直接送る場合先ほど申し上げたボタン穴が開いていないもろもろのリスクも払拭できないまま、お客様にアリババの商品をぶん投げるような話になってしまうので、無在庫転売は私ネット物販として認めていません。このやり方、もちろん例外的なやり方はありますが、無在庫転売塾を運営していたり、無在庫転売はいいですよって言ってる方 YouTube 上にたくさんいらっしゃいますけれども、ほとんどの無在庫転売がいいよいいよと言っているような発信者運営者の人たちはセラーの風上にも置けないような輩だと思っていることはお見知りおきください。鎌球大、話を戻させていただきました。あとは放送がむっちゃ雑ということがあります。我々がイメージする OPP 袋、要するに商材が入っているフィルム袋みたいなものって、それなりの強度があるようなものが100均で普通に売られていますから、あのイメージがあると思うんですが、中国の OPP 袋って1年間雨ざらしにしてたんじゃないかっていうぐらい薄々でペラッペラでカッサカサっていうパターンもよくあるんです。包装が雑だったり、ものすごく脆弱な OPP 袋で包んでいたり、その OPP 袋がもうすでに破けていたりだとかしますので、事前に綺麗な包装をし直してお客様のお手元に届ける。 OPP 袋が破れていたら物理的にそこから傷がついてしまう可能性もあるわけなので、事前にお客様の代わりにセラーが背負うべきリスクだということです。今回の話まとめさせていただきます。我々セラーが利益をいただく資格、権利を得るためには、お客様の代わりに何かしらのリスクを背負う必要があるわけです。お客様からしてみると、そんだけの手間やリスクを代わりに背負って払拭してくれたのであれば、プラスアルファアリババで買い付けたお金よりも高いお金を支払っても納得できますねという話になるわけです。また日本人セラーの方がものすごくやきもきしてしまうタイミングって、大抵自分たちのスタンダードを誰かに、もしくはどこかに押し付けているタイミングです。要するに、日本だとそんなことはしない、日本だとこんなやり取りをしない、日本だとこんな扱いはされないみたいな不満がものすごく鬱積していって、結果的に例えばセラーさんであれば代行会社とのやり取りでものすごいトラブルが起きてしまったり、アリババ業者からこの人とは取引したくないと一蹴されてしまったり、とにかくギクシャクしてしまって、楽しんで物販を行う真逆の方向に突っ走ってしまって、それ結局自分にしわ寄せが来ますから、ビジネスとしても当然うまくいかなくなってしまうっていうことが往々にしてあります。海外旅行をされる方は、飛行機が着陸して飛行機の窓から外を眺めていたら、自分たちの荷物がトラックみたいなものにポン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 運ばれている様子を見ることがあるとは思うんですが、日本だと荷物一つ一つ空港のスタッフの人がものすごく丁寧に運んでいますよね。ただそれ日本だけですから、中国もアメリカもインドもどこでも普通ボン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 投げているんですよ。ということは、商品をただ買い付けて輸送すりゃいいやだけではなく、輸送の時にボンボン投げられたり雨ざらしにされることも考えて商品の買い付けを行わなければいけない。具体的には、金属の商品や木製の商品、凹凸がある商品、立体的な商品に関しては、その商品とは別にその商品を入れる段ボールの箱を別のアリババ業者から買い付けて、代行会社にこの商品はこの段ボールに梱包して発送してくださいという指示を出す必要があったりします。もちろん通常アリババ業者とのやり取りに関しては代行会社が行うことなんですが、少なくとも代行会社がこういったやり取りを日常茶飯事でしているよ、また代行会社が注文依頼を受けて買い付けた後でやっぱり在庫がないだとか、この商品は何十ロットからしか送れない
ないだとか、こちらとしても後からいきなり言われるっていうパターンがあるよという点は、ぜひご理解いただければ幸甚でございます。セラーの存在意義とは何ぞや、並びに日本スタンダードは中国スタンダードではなく、それどころか日本が特別なだけ、例外的なだけであって、日本以外のスタンダードがワールドスタンダードなんだ。そしてそのワールドスタンダードの中にはもちろん中国も含まれているという点をご理解いただければ幸いです。今回の動画参考になった方、よろしければ高評価チャンネル登録いただければ幸甚でございます。最後までご清聴くださりありがとうございました。